はい、大日曜理嬢さんの昭和3歳、こちらオスで66センチです。お願いします。はい、おすすめの一匹となっております。今日の中でもですね、1位、2位を争うぐらいのおすすめの一匹となっております。結構リクエストがありまして、オス親候補の子いないかって出ておりましたけど、いました。いかがでしょうか。精子も出ます。 100% 出ます。今確認しました。オス親のとびっきりのオスです。まあ本当に品評会用にでも使っていただけるような本当に素晴らしい質問だったオスです。頭の張り、ここの張り、そしてお術のライン、この太い、この結構この青っぽいのが好きだって方も多いと思うんですけどね。はい、ザラザラですね。よし、すぐ使えます。搭載の時にですね、仕入れた鯉なんで、ちょっと親がですね、なんか今調べたんですけど、ちょっと分からなかったんですよね。もうちょっと調べれば分かるかもしれないんですけどもね。搭載の時に買って、そのまま大きくしてた鯉なんで、ちょっと今、分かりかねるんですけども、いや、形もよくですね、お水系で買ったんですけど、まあ、品評会のと買ったんですけど、まあ、ちょっと品評会だと、なんですかね、マニアックすぎるかというような感じなんですけど、オス親としてはかなりいい形してるのでどうかなと思います。定義でもこういう感じですね。元グロもあって、手のこのラインどちらもいい形してますしね。鯉の形は問題ないと思います。ぜひ愛好家さんでオス親、大輪のオス親を探しの方いかがでしょうか。ぜひ使っていただきたい、そんな一匹となっております。おすすめの一匹です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。